疲れ様です。ウッド村ファームの木村 P です。はい、今日はですね、ウルトラセブンのある話についてお話ししたいと思います。現在ですね、BS で 4K HD リマスター版のね、ウルトラセブン、1話ずつ毎週ですね、公開されていますけども、はい、今日ですね、10話が終わったところでございます。はい。でですね、ウルトラセブンに関してなんですが、全49話なんですね。はい。ただし、実質48話なんです。これがどういうことかと言いますと、もうね、ファンの方は、皆さん知ってると思います。はい。それがですね、ウルトラセブン第12話なんですけども、こちらがですね、今、永久欠番扱いとなっているんですね。はい。もちろん初回放送では12話は普通に放送をされました。しかしですね、その後、一切、再放送などでは、この12話放送されていません。もちろんですね、ビデオや DVD、ね、にも一切12話収録されていません。問題はですね、なぜ、そうなってしまったかということなんですけども、これをね、すべて私が今ここで喋ってしまうと、どうしても差別的表現っていうものに多分触れてしまうと思うので、はっきりは言わないので、気になる方はググってみてください。なので、ちょっと伏せながら簡単に説明したいと思うんですけども、ウルトラセブン第12話というのは、スペル星人という宇宙人が登場します。で、このスペル星人っていうのはどういう宇宙人なのかと言いますと、まあ、特殊な宇宙金属、地球にはない金属を使った腕時計をですね、日本中にばらまいてですね、その腕時計を身につけた、特に女性ですね、はい、女性の、まあ、新鮮な血液をその腕時計で採取することによって、自分たちを生きながらえさせるという宇宙人だったんですね。で、そのスペル星人なんですけども、どうしてもやはりその差別の対象になるような、まあ、姿格好をしてると言われれば、そういう形なんですよ。うん。で、その、スペル星人がばらまいた、腕時計をしてしまった女性たちは、死んでしまいます。血を吸い取られてね、その時計に。で、その血を吸い取られて、死んでしまった女性の症状を見ると、とある病気のようだと。これを諸星団が口走るんですけども、はい、まあ、それがどうしても差別用語に聞こえてしまうという部分も実際あります、はい、でそのスペル星人なんですけども最終的に女性の血液よりも子供の血液の方が、新鮮でかつ綺麗だということに気づきまして、最終的に子供をターゲットにするんですよね、悪いやつですねで、それに気づいたウルトラ警備隊が、まあ、スペル星人のアジトを突き止めて、最後には諸星団がウルトラセブンに変身して、スペル星人を倒すというお話なんですね。はい。なので、話自体は、そこまで、こう何か差別というかね、そういったことを意識したような作品ではございません。もちろん作り手側も、そういう意味で作ったわけではありません。はい。ではなぜそういう風になってしまったのかと言いますと、とある幼児誌ですね、はい、子供たちが読む雑誌の中に付録として、まあ、ウルトラセブンのそういう怪獣カードみたいなね、まあ、じゃんけんカードだったみたいですけども、まあ、じゃんけんのグーチョキパーが書いてあるカードで、そこに怪獣の絵とかウルトラセブンの絵とかが書いてあるものだったんですね、はい、でその中に、この今回の問題となったスペル星人も絵柄として書いてあったんです。はい。で、一番問題になったのがここなんですね。このスペル星人の肩書き、これが完全に、差別をするような肩書き、に書き換えられていたんです。というか勝手につけられていたんですね。これは、つぶらやプロ側が意図したものではなく、こっちの児童誌の方がね、勝手につけた、まあおそらく物語のその流れと、この星人の姿格好を見て、まあ、勝手につけたんでしょう。ちょっとどう考えても差別的な用語が書いてありました。その肩書きがね、はい、なんとか宇宙人スペル星人という形で書いてあったんですね。そのなんとかっていう部分が非常に差別的な用語だったということで、実際に、その幼児誌を読んでいた子供、でしかもその子供さんというのが、まあ、そういった、まあ、とある病気の団体、のお子さんだったそうです。はい。
で、そのカードをその親に見せたところ、その団体の親ですね、親御さんが、そら怒りますよね。なんでこういうね、私たちが持っているそういった病気と、本当に病気というか、事故ですよね。はい。そういったものになって苦しんでいるにもかかわらず、なぜこういうね、成人を作るんだと。意味がわからないということで、当時社会問題になってしまったということで、それは当然のことですよ。ね。で、それに対して、円谷プロさんは、もうこのウルトラセブン第12話、一切もう今後ね、公開しませんということで、約束をしてですね、もうその約束がずっと守られているということでですね、このセブン12話というのは、もうおそらく、今後一切公開されることはないだろうと思っています。思っているし、公開しない方がいいと思います。今後のね、ウルトラ作品のためにも問題になるのであれば、で、なぜですね、僕がこの作品の内容を知っているかということなんですけども、実はですね、個人で楽しむためにですよ。はい。この12話を実は持っているんです。はい。このパッケージはね、僕が自分で作ったものですよ。はい、作ったものです。落ちてる画像を拾ってね。はい。DVD なんですけども、これを持ってるんです、僕は。で、これはですね、本当に当時の録画映像を、DVD にしたものなので、すごく映像が汚いんですよ。だから、すごい見づらいんですけども、内容は把握できるということですね。このね、第12話なんですけども、優勢より愛を込めてというタイトルなんですけども、これですね、実相寺監督、ね、ウルトラシリーズご存知の方なら皆さん知ってると思うんですけど、実相寺監督が担当した作品なんですよ。ね。で、実相寺監督って結構独特のね、雰囲気の映像を作る方で、もともとその不気味なお話なんで、実相寺監督の映像だとより不気味なんですよ。で、さらにこの映像がね、古いということで、ね、拍車がかかってですね、すごく怖い感じの、映像になってるんですよ。すごいね、不気味なね、作品になってはいるんですよね。ただ、僕としてはですよ。僕としては、なんでしょう。その、幼児誌が、そういう差別的な書き方をしなければ、多分この作品、今あっても、そういう問題にならなかったんじゃないかなと思います。普通に。ただね、やっぱりそういう風になってしまったからには、そういったね、病気で苦しむ方のことを考えますと、もう放送しない方がいいかなと。思います。はい。やはりその作り手側っていうのは意図しなかった部分でそういうふうな誤解を招いてしまうということもやっぱりあるので本当に大変だなと思いますし、またですね、その表現によって、やっぱり傷つく方もいらっしゃるので、本当にこういった問題っていうのは難しいなと思いました。はい。ちょっと今日はですね、本当に部分的なんですけども、永久欠番となっているウルトラセブン第12話について、少し語らせていただきました。非常に難しい問題ですけども、皆さんはどう思いますでしょうか。ウッドモラファームの木村 B でした。それでは、また。